空気を出すような感じで煮詰めていきます。流していきます。いつもモンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。モンマルトルの上村です。今日皆様にご紹介するのは、これもリクエストがあったんですけれども、お野菜のゼリー寄せのテリーヌ、まあ、テリーヌって言ってもパウンド型でちょっと作っています。でパウンド型に今旬のお野菜とブイヨンのレギュム、ブイヨンのレギュムはこちらですね、こちら見てください。お野菜のだし、もう野菜だけの一皿っていうのをちょっとやってみたいなと思います。では材料紹介です。白菜ですね。白菜かキャベツがいいと思います。春キャベツとかいいですね、もしあったら。たまたまあったんで京人参、まあ、別に沖縄だったら島人参とか普通の人参でもいいです。とインゲン、インゲンできれば筋なしのインゲンがいいです。あとは菜の花、ね、今ちょうど旬ですね。でホワイトアスパラ、これも今旬のホワイトアスパラとブロッコリー、ちょっと彩りで黄色っぽいのも欲しいんでヤングコーン、あとはオクラ、オクラもちょっと入れてみようかな。この辺のお野菜を使ってブイヨンドレギュームでゼリー寄せにします。まあ、あと大事なのブイヨンドレギュームちょっとゼラチン加えます。ゼラチン加えないと固まらないんで、で型はこうパウンド型で、今日テリーヌ型でもできます。パウンド型の方が、コンパクトっていうか前菜向きなので今回はパウンド型でいきます。はい、では、早速調理していきたいと思います。最初にこのゼラチンふやかしてブイヨンドレギュームに、ゼラチンを入れて、ちょっとこれを用意しておきます。でゼラチンは必ずこの氷水を用意して1枚ずつふやかしていく。まとめてやるとくっついちゃうんで必ず1枚ずつ入れていく。これでゼラチンをふやかしていきます。ゼリー寄せのテリーヌですね。もう一つ準備です。パウンド型にアルミホイルをつけていきます。これアルミホイルじゃなくてもできるんですけど、野菜のテリーヌだと切るときにちょっと周りが硬い方が切りやすいので僕はアルミホイルでいきます。こういう感じですね。それでなるべくピタッと隙間がないように空気を出すような感じで煮詰めていきます。ピタッとこういう感じでアルミがいくような感じにしてください。そうしないとそれが結局形になってしまうんで、なんか周りがボコボコしてる形になってしまうんで、まずこれがきれいにできてないとゼリー寄せとかってやっぱりきれいにできないんですね。こういう状態ですね。もう空気を抜いてピタッとこうくっついてる状態、これも準備ですね。はい、こういう感じでゼラチンが戻ったら水切っちゃいます。はい、でちょっとリードペーパーかなんかで、はい、でこのブイヨンドレギュームですね、このままだと味がついてないんで塩味をつけていきます。でこれは結構塩はピシッと強めにつけます。そうしないと野菜から白菜とかの水が出てきて、あとでジュレ寄せがぼやけるんですよ。でちょっと塩きついなっていうぐらいまでしていきます。で沸騰するまでちょっと待ちます。はい、沸騰したら例えば味だけ確認しましょう。ちょっと塩強いなってぐらいまで持っていって、で先ほどのゼラチン、火止めてからです。火止めてからじゃないとゼラチンが飛んじゃうんで、これを1枚ずつ入れていきます。で完全にゼラチンが溶かし込んだらパスします。これでこのゼリー寄せのジュレの準備です。これはすぐ固まっちゃうんで、少し氷をかましても常温ぐらいになるまでたまに混ぜながら、で常温になったらもう氷水から外してしまいます。まず野菜カットからいきます。
白菜はこれ全部使わないんで、外側の葉の大きいところだけを使います。この部分ですね。何枚かな、8枚ぐらいは必要ですかね。10枚、ちょっと葉が小さいんで10枚用意しておきます。インゲンはケツっぽ落としていきます。で、軽くお塩で、塩で軽く揉んでいきます。軽くです。オクラも一緒ですね。こういう感じで軽くお塩して揉んでいく。京人参ですね。京人参はちょっと彩りでいいなと思ったんで、まあでも京人参って冬の野菜ですから。大きさがやっぱりお尻と手前でだいぶ違うんで、この辺で一回切りましょうね。これで、さらに半分で、頭の部分は4カットしていきます。で、この真ん中のところ落とします。はい。で、オクラは、インゲンと一緒ですね。塩もみして、菜の花、菜の花もお尻のとこ少しだけ落とします。これぐらい落とす。ブロッコリー、ブロッコリーはなるべくちょっと小さめに、こんな感じですね。ブロッコリーで、ブロッコリーこれ茎のとこは栄養価も高いんで、捨てないで別で茹でてパスタにしたりとかサラダに入れたりとかもできるんで、捨てないようにしてください皆さん。ホワイトアスパラですよ。こういう感じで皮むいていきます。ホワイトアスパラ、皮が残ってるとすごい口に残るんで、むいた後もちょっとこう触って確認してください。それぞれこう準備できたら野菜茹でていきたいと思います。野菜茹でるお湯ですね。これは海水ぐらい、もうしょっぱい、もう飲めないぐらい、もうんあってくるぐらいの塩で、あともう一個ポイントが、このこっち、この茹でたものを冷ます方の氷水に必ず少し塩してるで、そうすると味が抜けないんで。そしたら、まず白いものから茹でていきますね。さあ白菜いきましょう。白菜はちょっと茎のとこが硬いんで、上の方を持って30秒ぐらい下茹でて、大体1分ぐらいですかね。これが野菜のテリーヌの時は通常よりもちょっと柔らかめに茹でた方がいいですね。やっぱり切る時に硬いと切れなくなっちゃうんで。人参はちょっと時間がかかるんで先に入れちゃいます。次はインゲン、はい、ではジュレ寄せ組んでいきます。用意したこの型、アルミホイル引いたのですね。この茹でた野菜、まず白菜を引いていきます。白いところはまた後で使うんで、まずはこの緑のところを使っていきます。
こういうあの樹齢寄せとか作るときは組むときに常にこう断面を想像しながら作ると綺麗にできるんで、例えばこの白菜の色のグラデーションとかもちょっと外の緑っぽいところと黄色っぽいところをわざとちょっと重ねたりすると、ちょっと色のグラデーションができて後で綺麗になる。これが周り包み込む白菜ですね。次はブロッコリーちょっと引いていきます。ブロッコリーはこういう感じで、こういう感じでまずブロッコリーで一層引き詰めます、はい、そしたらブイヨンドレギュームですね。さっきのあの常温に戻したブイヨンドレギューム、ゼラチンが入ってるやつ、これを流していきます。これちょっと注意点がやっぱりあのすぐ固まっちゃうんで、ゼラチンが入ってるから冷やしすぎないことです。で、なんかこの野菜のゼリー寄せ、別にそんなに並びとか気にせず組むこともできるんですけど、なんかね、こう層ができたりとか、昔は本当にこうモザイク型にしたりとか、いろんなことをやってたけど、まあ今最近そういうのあまりやらないんですけど、好みですね。でもね、その辺もね、どういう風に仕上げたいかっていう、それが一番大事ですね、こういうの。2層目がこういう感じで来たら、またジュレ、ブイヨンドレギュームのジュレ流します。別にこのなんていうんですかね、この並びじゃなきゃダメとかそういうのないんで、こういうのってその人がどういう風に作りたいのかなっていうのを想像しながら、自分で頭の中で完成したものを想像しながら作るっていう。菜の花は僕はこうお尻と頭を交互にした方が綺麗だと思うんで、はい、こんな感じでインゲン引き終わったらまたゼリー。これはね、毎回変わっちゃうんですよね。その時の野菜の太さとかも全部違うから、毎回同じのがなかなかできない。で、ここで、さっきの白菜の芯の部分ですね。こう入れていきます。で、またゼリーを流す。で、最後は上の蓋ですね。長さが足りてるときはいいんだけど、足りないときはちょっと補強してあげないとこの最後の蓋ができないんで、で、さっき一番最初に巻いた白菜をまた戻していく。そしてアルミですね。したらこのジュリウスの場合はラップで周りを
僕は固めちゃいます。はい、これで軽くおもしをして、軽くおもしして冷蔵庫で、まあ、最低8時間、まあ、一晩は置いて固めてから抜いて切る感じです。こういうのがね、やってるとフレンチのすごい楽しいところで、どういう断面になってるのかなとか、ね、ワクワクするじゃないですか、次の日切るのに。はい、はい、ではこれでちょっと冷蔵庫の中に締めていきたいと思います。野菜のゼリー寄せテリーヌ、仕上げと試食いかせていただきます。ちょっと野菜のゼリー寄せはちょっと時間が固まるまで時間かかるんで、今日試食は昨日私が作ったやつでちょっとやりたいと思います。はい、入ってる中身は全部一緒です。ただ並びがちょっと違うかなっていうところです。はい、ではソースは今回野菜のブイヨン、野菜だけで作ったテリーヌなんで、野菜のソース、バジルソース、バジルソース、皆さん過去に作ったの覚えてますか？覚えてない方はこちら復習してみてください。はい、ではいきます。昨日作って営業でも使っていたやつですね。入ってるものはまるっきり一緒です。オクラ、ヤングコーン、京人参、菜の花、インゲン、ブロッコリーで白菜で包む。毎回作るときにやっぱり変わっちゃうんですよね、並びが。どうしてもこの時は両サイドヤングコーンにしてみたりとか、いつもなんかどうしたらいいかなってこう探りながらやってる感じです。という感じです。そしたらお皿にまずソースを敷いていきます。はい、テリーヌですね。ちょっと華やかにしたいんで、岸本ファームさんのこのオーガニックのエディブルフラワー、今日は飾っちゃおうかな。表面に軽くオリーブオイルつけて、表面をなじませて、周りも少しオリーブオイルかけます。軽くフルードセル、お塩パラッと置いて、ピンクペッパーです。ピンクペッパーがちょっとこうアクセントになります。はい、完成です。これはブイヨンドレギューム、野菜のだしと野菜だけで作った一皿ですね。ソースがバジルのソース、試食させていただきます。では試食させていただきます。いいですね、春っぽい、ね、綺麗じゃないですか、とっても。ではいただきます。うん、もうすごく、もうなんていうんですか、一言言っても野菜だけすごくいいです。なんかもう、うん、でバジルソースとの相性もすごい最高ですね。で岸本さんのこのエディブルフラワー、これ見た目も美しいんですけど、ビタミンも豊富だし、無農薬だからやっぱ食べれるんですね。素晴らしいです、美味しいです。うん、いいですね。まあちょっと今回のテリーヌね、家庭で作るのはやっぱりちょっと難しいかなとは思うんですけど、でも似た感じで、こんなに野菜の種類なくてもできると思いますし、例えばブロッコリーとインゲンだけでちょっともっとちっちゃい型で作ってみるとか、
そういうアレンジもできると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。ワインはやっぱり僕これシャンパンがいいなと思ってこれは今モンマルトルでグラスで出しているアンディ・ド・ベルレーヌ・ブリット黒ぶどう主体ピノ・ノワールとピノ・ムニエでが 90% ですね。これはコクのあるタイプのシャンパン、いただきます。いいですね、シャンパンってなんでこんな最高なんですかね、本当に、ね、お値段がこんなに高くなかったらもうずっと朝から休みの日でシャンパン飲んでいきたいなと思うぐらい美味しいです。でシャンパン飲んで野菜、うん、最高ですねこれ。はい、今回の、野菜だけのテリーヌ、ゼリー寄せテリーヌですね。よかったなと思う方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録お待ちしております。そしてモンマルトルでは今料理人サービススタッフとも、に大募集中でございます。少し興味のある方、こちらの方までご連絡ください。はい、未経験の方でも大歓迎、パッションのある人を求めてます。はい、では今後ともモンマルトルチャンネルよろしくお願いいたします。ありがとうございました。